がとうございます。ね、ルック君 BPM もお疲れさん、ありがとうございます。お疲れさん、ありがとうね。ありがとうございます。キューピーとありがとう。ありがとう。で、さコロナありがとうございます。え、ピケ小次郎さん、こんばんは。おーい、すごい、わー、いゴールド熊の天使、こんなタワーがなかった。ダブルタワーか。本当にゴールデンな大天使、わあ、ゴールデンな大天使、ありがとう。いやー、みよちゃん、こんばんは。ありがとう。いやー、嬉しい、ありがとうね。今のゴールド、ゴールド大天使。いや、今日私も大天使に会ってきました。もう大天使に会ってた。ペッケーゴールドこれちゃんのことも入れて、あー嬉しい。ドッグ雲、これもゴールド、ゴールドお城、お金貨ございます。あねえ、ありがとうございます。嬉しい、すごいね、金色のお城もあるんだ今。わあ、ありがとうね。ミックスさん、こんばんは。ねえ、ゴールドキャッスルだ、きらびやか。ありがとう、ダックくん、感謝。ゴールデンウィーク、いやー、キラキラね、キラキラ。え、みっちゃん、こんばんは。カツオもゴールド、トルバさんがコロナで、ありがとう。華やか。そう、今日はチームエイトのね、活動休止前ラストコンサートっていうことでね。まこち、こんばんは。え、さんまきゅうありがとう。近藤ゆうすけさん、ゴールドきゅうありがとう。小次郎さん、きゅうありがとう。めししさん、こんばんは。すごい、鍵穴気づいてくれてありがとうございました。声聞こえた瞬間涙止まらない。本当楽しかった、幸せすぎた。私もだよ、私も、それは私もそうなの。小次郎さん、今日ありがとう。嬉しい。そう、あの昨日の配信でちょっと早めに、会場に入ってた方がいいかもしれないよって言ってたのはそうなんです。その会場アナウンスをね、12時にさせていただくっていうことがあったので、まあ、ちょっとでもね、私要素を楽しんでいただけたらなっていう気持ちもあって、まあ、そんな感じで言ってたんですけど、すごい声で気づいてくれたんだ、ありがとうございます。これかと思った。
言ってたのはこれかみたいな。ヨッシーさんこんばんは。一人で喜んでたけど、いや気づかないでしょ気づかない。多分私が言ってなかったらみんなも気づいたかな、言ってなくてもどうだろうね。聞いた瞬間分かった。本当嬉しい。あ、気づくと思う。まあでもそうだよね、普段から聞いてくれてる方は確かに気づくか。そう、ギリ気づく。そうだよね、毎日聞いてくれてるもんね。そう、でも普段の声とは、雰囲気ひらにんばるゴールドキュンありがとう。あかりさんから私の声だって気づいたわ。はじめさんこんばんは。ねえ、そう、いやでもね、いい経験をさせていただきました。でもささび、ゴールドだるまさんが転んでありがとう。油断してて気づかなかったいや、意外とこう、って聞き流してたりするもんね。SU こんばんは。なるくん、ゴールドだるまさんが転んでありがとう。はい、いやでもその最後にめっちゃ外明かりですよって言いたかった小次郎さん、そう、最後に名前をね、そう、佐藤あかりでしたって言った時にもっと聞いてって思ってた言った時になんかパチパチパチってこう会場のね、皆さんこうリアクションしてくださったりしたのはすごい嬉しかったです。そう、それでシーンとかなったあ、すいません感じだったけど、一応ちゃんと、あの佐藤あかりかみたいなそうそうそう、であのリアクションがこうね、後ろにも伝わってきたので、それそれはすごく嬉しかったですね。陰なれ頑張ってよかったって思いました。小次郎さん、流れ星ありがとう。モランセーラーノさんこんばんは。パフォーマンス見れてよかった。驚いてた。あ、本当に。近いし、ゴールドだるまさんが転んでありがとう。上手だったって言ってる人いた。あー、よかったよかったよかった、頑張った。あのお風呂で練習しましたあの影穴はお風呂で練習して今日に臨みました。はい、ね、ハーマンこんばんは。ねえ、みやびちゃんも見に来てくれてたね。そう私のことすぐ見つけたって言ってくれてた。とか練習するの、私お風呂が多い。お風呂で湯布。はじめさん、あー、タワー、ありがとうございます。ね、はじめさんタワー、ありがとう。参加少しでもね、こう携わることができる。そんなはじめさんタワーありがとう。お疲れ。マイドさんこんばんは。ガロスで登場
かりさんってよかったらしくおーって言ってました。え、八本再流、あ、手が疲れちゃった。すごいね。うん、いやでも本当ね、みんなのこと見えたし、うち見えたし、それもすごくねありがたかったです。テンション上がりますやっぱり。うん、マイドさんこんばんは。赤のロスさんも会場ね。うん、エコジロさんキーありがとう。うん、そう、赤のロスさんもお風呂で、みやびちゃん初、うん、うん、そうそうそう、お誕生日前日か、ありがとう、天使ありがとう、光る天使タワー、赤のロス、え、赤のロスさん大天使タワーありがとう。キャラクターではあるんですかね、赤の、あ、配信、あ、そっかそっか、赤のロスでもやってたのうん、まあでもね、あの OG メンバーね、それも楽しかった。うん、まあ、レア、あ、直接、そう、いやでも行くときは、登場するときは結構緊張しました、なんかね。え、でもそう、今日えたかさんもゴールド、そうやっぱり本番ってなって、こう皆さんのね、こうペンライトとかが見えてってなったりすると、ちょっとあのすごい、もう赤のロスさんも久しぶりだし、結構緊張しちゃうかなと思ったんですけど、先生、ゴールドタコさんありがとう、テンスさん、ゴールドダルマさんコロナありがとう、ゴールドタコさんありがとう、そうだったんですけど、なんか登場してみたらあ、蘇ってくるみたいな感じがあって、うん、先生、ゴールドタコさんありがとう、なんかそう、遠い記憶が、あの、そう、蘇ってきまして、はい、遠い昔の感覚がね、うん、って感じでしたね。いやもうせっかくの機会だし、とても大事な日だし、いやこれはもうやりきるしかないっしょって、ね、ウドさん、流れ星ありがとう。ひょいとまではいかないけど、でもあのみんなも多分楽しそうにね、あの他のみんなもやってくれてたのが、それが嬉しいんですよ。私そう、あの何が楽しいかって、あの時間、あのメンバーとなんかわちゃ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 楽しく、なんだろう、のどかな時間というか、あの空間がすご、空気感がすごく好きで、そうみんなでなんか仲良くふざけてるじゃないですけどそうあの時間が私すごく好きで、うん、なんかみんなのある意味なんか、うん、なんて言うんでしょう、ある意味素、みんなの素が出てる素じゃないか、なんでしょうね、うん、サックさん、ゴールドダルマさん、コロナありがとう、そう家族団らんみたいな、確かに家族団らんの時間なんですよあれ私から言わせてみればね、うん、近くにいるのが尊すぎる、そう近かった、見てみーさんこんばんは、先生、ゴールドタコさんありがとう、そうなんです、だから私はすごく好きなんですよあの時間、うん、そう自分は結構あの結構攻めたね役どころですけど、うん、そうなんですよ、何度もいつも同じ展開だしいつもね、赤のロスさんは失敗してるんですけど、
でもなんだかんだ家族団らんの時間がね、いいんでしょうな。いやでも本当にびっくりしました。私も埼玉さんこんばんは。えやるんですかこの大事な日にってそうびっくりしたもん私も。うん、マジですかって思ったんですけど、やって逆にやっていいんですかって思ったんですけど、うん、でもねせっかくいただいた機会なので盛り上げたいなと思って終わってしまいましたよ。本当いやーね、そうなんかすごいこうラみたいな楽曲中そういうなって感じられたし、あねこんなにも変えるんだと思って、うんね、たくさんありましたし、ございます。えたかさん君の名は希望ありがとう。やっぱりその久々に会うこうメンバーは全然変わらないというか、いい意味でみんな中身が変わってなくて、えたかさんピカピカありがとう。結構久々に会うはずなのになんかあ1週間ぶりみたいななんかなんて言うんですかね、一週なんて言うんでしょう、なんかまあ本当いつもみんなで楽屋にいる感じ、雰囲気っていうか、うん。テイさんゴールドタルマさんありがとう。そうなんかその感じがすぐにその空気感がすぐに生まれるのって本当チームメイトならではだなって思って。笹部キンありがとう。いややっぱ久々に会うからさちょっとドキドキはしてたんですよ。あーどんな雰囲気なのかなになるかなみたいな思ってたんですけど、もうみんなすぐわーみたいな久しぶりみたいな、そう元気だったみたいな、なんかすごいいい同窓会いい同窓会、いや同窓会はいいものですけど、とてもいい同窓会。うん、エサザビキンありがとう。いや家族です、ほんと、ま、うん、かも家族だ、もう全てが家族団らんなんですよ、うん、私にとってね、うん、アイスブレーの君、ゴールドダルマさんありがとう。うん、いや本当に嬉しいね、そんなチームにいられたっていうことがね。カイザーライオンさんこんばんは。いやでも、光るピカピカありがとう。やっぱそれくらいねチームメイトにいた時間も自分の中では長かっただろうし、うん、重ねてきたものがあったんだなって、うん、そう水内さんこんばんは。シロンゴールドキューありがとう。あそう実家に、そう安心感なんでしょう、実家に帰ってきた感じだし安心感もあるし、そうなんであんなにいやだからそうだからもうあの楽屋っていうかコンサート会場っていうかあの会場にいる時間私はずっと楽しい気持ちでしたさっきさんピカピカありがとう。モエピーさんこんばんは。まあね普通の今の普通の日常でも楽しいことだって嬉しいことはあったりしますけど、なんかまたジャンルの違う楽しさだったり、うん、がありますねやっぱり、うん、チームメイトの雰囲気というか、そういいチームだなって改めて思います。オフピーキありがとう。金さんこんばんは。そう、そうです。うん。
ね、本当に9年間の奇跡っていうサブタイトルがありますけど、もう奇跡ですね。9年間のうちにもういくつもの奇跡が起きてますね。わか、ゴールド、キューピットクマさんありがとう。ありがとうね、わかちゃん。ありがとう。あつやさんこんばんは。見てました。ありがとう、きょうさんこんばんは。そう。いや、幸せ空間。大粒ちゃん、だるまさんが転んだ、ありがとう。いや、スタッフさんもね、こう初期から支えてくださってる方がね集まったりとか、うん、なんかほんとタイムスリップしたような気持ちになりましたね。うん、チームエイトが生まれた時の雰囲気というか、もうだからチームエイトが大好きな人がもうあの会場にたくさん集まってて、チームエイト大好きな人だらけの空間ですよ。もうそれは最高に幸せに決まってるじゃないですか。なんか幸せな空間にねいることができてたんだなってね、感謝ですね。そうね、出会えたことがまず奇跡よね。そうそうそう。あとコールがね復活して、やっぱ声出しのできるライブっていいですね。くままこんばんは。そう、みんな同窓会って感じだったかな。たまちゃん、ゴールドタコさんありがとう。くままも今日ありがとう。喉痛い、初めてコールそうよね、久々にコールしたって方もいるよね絶対。たまちゃん、ゴールドタコさんありがとう。ひろ712こんばんは。さくんも今日ありがとう。いや、やっぱり嬉しいよ、コールがあると。言いたいことがあるんだよとかさ、うん、そうそうそう、うん、サイルもありがとうね。メイさんこんばんは。ああ、こんなにも声が出ないブランクがあったんですかブランクああ、やっぱりむせましたね。ああ、そっか、体はまあでもから、うん、忘れちゃってたりすることもあるんですかね。リハビリですね。うん、くままきありがとう。大倉さんも、へえ、いらしてたんだ。会えなかったな。うん、声出しました、ありがとう。ね、アンコールのチーム8とかもね懐かしいなと思ったし、うん、そうそう、よかった、よかったし、よかったし、でもそう、あのお昼はね、まあ、久々にみんなに会えたという喜びもあったし、ね、私も楽しく、サカピーさくまは、私も楽しくね、昼の部の時間を過ごすことができてっていう感じだったんですけど、夜の部は観覧させていただいてね、こうじっくり見てたんですけど、やっぱりこう終盤に近づくにつれて、やっぱりもう、ああ終わっちゃうっていう、ついに、いや本当に本当に休止になっちゃうのみたいな、なんかだんだんそんな気持ちになってきちゃって、うーん、わかっけー、ありがとう。見てた見てた、なんかもうこのまま終わらないでほしいみたいな気持ちになっちゃってね、
コンサート終わらないでほしいなっていう、ていうかさよならじゃないがもう改めていい曲だなと思っちゃってすっごくいい曲だったな、この今日のね心境で改めて曲を聴くとね、さよならじゃない、ララ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 ラ会える、そうね、ほんと素敵な曲、うん、電波やばい、嘘、カラオケ入ってないの、え、ワカモフィーキーありがとう、え、そんなに悪くなった電波、なんで急に、え、若きありがとう、え、サザビ流れ星ありがとうね、なんで Wi-Fi は切っているぞ、あー、くしゃみでそう、あ、出ました、あ、でも電波が悪いから聞こえてないかな、え、若木ありがとう、え、ゆうじさんこんばんは、あれ、え、ひかるミラーボールありがとう、いや師匠さ、ゴールデンウィーク休暇中だからさ、いやーほんと、デンさん、流れ星ありがとう、さっきさん優勝ありがとう、なくんグーグーありがとう、あ、聞こえてた、時差やば、電波悪いねやっぱ、サクピカピカありがとう、オフィーキーありがとう、時差やば、やばいな、なんでこんな時差が生まれるんだ、師匠いつも休み、最近休み多い、師匠不在です、そう、そうそう、だからね、日付変わりました、5月ですか、5月5月です、みんな、あ、え、おまめさんこんばんは、あらびっくり、もうそんな時間経ったの、そっか、え、秋田さんこんばんは、え、BPM たけぴんさんこんばんは、ありがとうございます、5月もねよろしくお願いします、まさか5月、あー、お誕生日おめでとう、こーちゃん、そうだおめでとう、そうだね、お、すごい、やった、ぴったりにお祝いできたBPM、 ゴールドダルムさんありがとう、5月、あ、ゴールデンウィークランキング100位、100位、ありがとうございますMFP 券ありがとう、え、そう、なぎちゃん、そう、あのね、そう、北海道東北メンバーでね写真を撮ったんです、今日で、私もなぎちゃんからその写真もらってちょっとアップしたいと思って、え、吉尾さんゴールド券ありがとう、あ、月曜からやります、今日もねよろしく、カクカクしてる、電波そんなやばい、どうして、急にどうした、さっきまで順調だったね、神ロミさんこんばんは、なんでこんなに、
更新してみる？スマホ熱々ではある。充電しながらね、ちょっと一回抜いてみた。充電しながら抜いた。たま、ゴールドだるまさんありがとう。ひとのまさこんばんは。どうだ、更新してみた、どうでしょうか。やっほー、まだカクカクですか。テイさん、ゴールドだるまさんありがとう。マットメガネさん、ゴールドキュアありがとう。カクカクしてますか、どうですか。タカさん、ゴールドだるまさんコロナありがとう。ジャックンこんばんは。止まる？なぬ。丸猫さんありがとう。うん、トークメンバーですね。あのなぎちゃんと似た感じだけど、なぎちゃんのスマホで撮ったのを送ってもらった感じだから似た感じだと思うけど、アップします。なんでそんな微妙になっちゃったの、急にびっくり。そっか。わかちゃん、ゴールドだるまさんコロナありがとう。アマデウスかも。いや、もう ほぼ全員と話しましたよ今日。写真も撮りましたし、いろいろね、いっぱい。テンさん、タコさんありがとう。まあじゃあファンルームにあげますか。ハーマンこんばんは。モフピーキーありがとう。たま、ゴールドだるまさんコロナありがとう。なかなか黒田キーありがとう。クロワさんこんばんは。そう、なんかね、ほんと、いやー、改めて9年間ね、チームメイト9年間の歴史ができたのは本当にファンのみんなのおかげだしさ。ありありさん、ゴールドだるまさんありがとう。おかげだしさ、支えてくださったスタッフの方々のおかげでもあるしさ、ね、メンバーみんなで乗り越えてきたおかげでもあるしさ、本当に重みのある濃い9年にね、なったんじゃないかなっていうのはね、感じますよね。だから休止しちゃうのはもったいないし寂しいなってすごく思っちゃうけど。あ、ダック君ゴールド、クマさんキューピットありがとう。もうけどね、そう、いつまでも続いてほしい素敵なチームだなって思ってたからさ。たま、ゴールドなるまさんありがとうね。そう、
いやサイバーさんこんばんは。でもね、いやーでもなんかな、やっぱり夜の部の終盤は寂しいっていう気持ちが大きかったな。私が7年間過ごしたチームメイト、お休みしちゃうのねっていう。もうみんなの青春ですよね。メンバーにとっても、ファンの方にとっても、青春だったチームメイトだと思うので、み、焼きて。よかったです。本当に素敵なチームでしたね。チームっていいなって思いましたね。先生ゴールドキューありがとう。ああガチ恋工場してくれたのありがとうね。そう、またみんなに会いたいっても思った。いやまた会おうねってね、やっぱり言い合える仲だし、また会いたいですね。リアス、ゴールドタコさんありがとう。大粒ちゃん、ゴールドだるまさんからありがとう。あ、朝日新聞、朝日新聞さんにそう取材していただいたものも、ネット記事がね今日アップされてて、読んでくださった方ありがとうございます。先生ゴールドダルマさんありがとう。姉さんゴールドタコさんありがとう。サズミもゴールドダルマさんありがとう。見ました、ありがとうございます。そう、あの紙面の方には7月か8月あたりに、ね、掲載していただけるようで。ワカキュンありがとう。そう、 あとそう、ボンヤリーヌもね、TVer で最新回がアップされたのでね、はい、楽天イーグルスの皆さんに、楽天イーグルスの球場にねお邪魔して、はい、朝日新聞全国版ですね。それもねお楽しみに。そう、見てくれた、ありがとう。何とだと、そう、8チャンネルじゃないからさ。あ、はい、4代目でした。4代目でした。全国版で載せていただく。そうそう、もう最近はずっと1のポーズ
宮城だと8チャンネルは富士系列なんですよね。うん、4代目合格おめでとう、ありがとう。そうなんです、4代目に無事やることができました。西ちゃんこんばんは、ありがとう。うん、見てね、TVerでね。だいだいさんこんばんは。あ、来週お買い物、お買い物ルーレット企画ですね。うん、ボンヤリーナはほぼロケですよロケがメインです。うん、そうですよ、ロケ番組です。今のところ晴れてますね、全部。イノシシ出るよ定期的に。うん、持ってないだって山だもん、それは住んでますよ。チリトンさんこんばんは。イノシシ定期ですよ。うん、ルーレット当たってほしい。どうかな。雨、あ、雨あんま、朝はちょっと降ってたかな、雨。うん、そうですよ、ガチルーレットですからね。あ、そうなんだ、雨止んでた。あ、本当、あ、よかったね、みんな。うんうん、あ、よかったよかった、雨止んだ。あ、そっかそっか、よかったです、よかったね、そんな雨ひどくならなくて。晴れ女パワー、それだったら嬉しいな。傘使わなかった。あ、本当に、え、てんさん、ゴールドだるまじゃない、タコさんありがとう。お、よかったよかった、それは。あれ、女パワーだなあれ、女ですな。運んできて持って帰っただけうんうん、うさぎ仙人さん、ゴールドタコさんありがとう。まだまだ晴れ女パワーは残っているということでね。うん、てか、なんなら私が会場入りするときはちょっと降ってたので、うん、このまま降るのかなと思ってたんですけど、
夏祭りよね。そうだね、夏祭りも、いや夏祭りはね絶対晴れるんですよ。うん、ゲリラ豪雨とかはもしかしたらあるかもしれないですけど、通り雨的なね、夏特有の。でも基本的に晴れるんですよ、うん、夏祭りは。でもすっごく暑くなるんです、その代わりに。めちゃめちゃそれがちょっと大変だよね、うん。そうそうそう、だからね、ナンハレ女パワー運をまた貯めておきます。そうね、去年あったね。あー、もうあっという間に、ごめんねこんな遅くまで、みんな明日普通に平日だし。そうね、じゃあこの辺にしておこうかな。いやでもそう、今日のこの気持ちの感じのままちょっとみんなとお話ししたかったので、よかった、うん、できてありがとうございます。いやーありがとう、本当遅くまで、うん、ありがとうございます。うん、明日は月曜、月曜明かりよろしくです月曜明かり、動画配信始まるかもどうだろうっていうねところなので、ぜひそれもよろしくです。はい、うん、ありがとう。では、ランキング読んでいきます。13位が、あ、96位、ありがとうございます。ゴールデンウィークランキング、13位が若ちゃんです、ありがとうございます。わかちゃん、ありがとう。今日は13位でした。イエイ、ランク入りありがとうね、おめでとう。また待ってるので来てください。はい、ありがとう。8-9-3新中の立ち位置から見にくい場所にいたけど、うん、私あかり見てて、あーありがとう。でも私も若ちゃんの方見てたよあーでもね、ほんと同じ会場でね楽しめてすごく嬉しかったです。ありがとうございました。雨やったけどね、ありがとうございます。そして12位がたまちゃんです、ありがとうございました。たまちゃん12位、ありがとう、おめでとうございます。今日もありがとうね、来てくれて。12位、おめでとう。今日は楽しかったね、ありがとう、また来てね。そして11位がタカさんです、ありがとうございました。11位、おめでとうございます。タカさんもありがとう、パチ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 。ありがとうございました。特別なね一日になりましたね。仕事で見に行けなかったけど SNS で楽しさ伝わって涙が止まらなかったよ。泣いちゃうよな、泣いちゃうんですわ、うん、ね、涙が出てきちゃうよね。ありがとう、また来てね。そして10位が幸次郎さんです、ありがとうございました。幸次郎さん第10位、おめでとうございます。パチパチパチ、ありがとうございました。イエイイエイエイエイ、今日も夜遅くまで見てくれてありがとう。またよかったらおいでね、ありがとうね。
そして、あ、配信ありがとうございました。うん、こちらこそ、またおいでね。そして9位がタマです。ありがとうございます。9位タマ。ありがとうございました。どん。第9位。ありがとうございます。ワイの席の方見てくれます。見ていたつもりなんですけど。あかりに会えて幸せでした。あ、よかったです。よかった。ね、出会えること。本当にそれが幸せですよね。大きな幸せ。わあ、寝落ちしてた。うん、遅くまでごめんね。ありがとうね。みんなもお疲れ様だよ。うん。マジ笑。マジ笑。かりんと配信で素敵な気持ちを共有できてよかったよね。いや、ほんとこのコンサート終わりのこの配信でこう話す感じが一番楽しいんだからね。本当に。うん、ありがとうございます。またね。そして、8位がテンさんです。ありがとうございます。8位、おめでとうございます。イェイイェイイェイ。今日もありがとう。うん。懐かしい曲ばかりで忘れると思ったら心も触れないと思う。自然と思う。あ、体が覚えてる。8位、青春の居心地のいい場所でした。ああ、よかった。そういう風に思ってくださってる方もね、たくさんいたのかな。かりのうちはずっと掲げてたけど気づいてくれる。え、うちはね、見えてた、すごく。うん。本当によく見えてた。ボケツッコミがスキルアップしてた。あ、本当？幻ではなかった。そう。昨日、もしかしたら幻かもよ、みたいに言ってたけど。今日は全てリアルでしたね。出会ってくれて悲しいことも、嬉しいこともたくさんありがとう。うん。こちらこそだよ。そうね、からもよろしくだね、ありがとうね。7位がさっきーさんです。ありがとうございました。第7位さっきーさん、ありがとうございます。パチパチパチ。うん、月曜かりもね、盛り上げていきましょう。ありがとう。チームエイトはグリちゃんの青春、私も第2第3の青春です。今日は泣いちゃいましたね。あー、めそめそ。4階席だったけど、うちに見つけてもらえた気がする。奇跡始めた。ね、すごいね、それ。奇跡だ。奇跡が起きました。なかなかないよね、きっとね、知り合いの方っていう。ね、いや、私もメソメソしちゃった、夜の部。うん。ありがとう、ありがとうね。第7位さっきさんでした。ありがとう。そして6位がディアスです。ありがとうございます。ディアス第6位、ありがとう。イエイエイ、おめでとうね。昨日から師匠と一緒でゴールデンウィークで長いです。師匠ったらぼんやりに見えない。うん、クリーンコールしたのは気持ちよかった。瀬戸には何が一番心に刺さった？赤のロス大好き。ね、でも私すごく、あ、めっちゃ可愛い、いい、このユニットって思ったのが、夜の部のツンデレですね。ひーちゃん、ももちゃん、れいちゃんの、うん。あのツンデレめっちゃ可愛かったなって思いました。そう。私、ツンデレの楽曲に そこまで縁がないんですけど、まあでも8のコンサートではね、結構やることが多かった楽曲ですけれども、あの3人のなんかまとまりというか、衣装もすっごいみんな似合ってたし可愛かったし、うん、あれ良かったですね。からのじゃないか、ツンデレ萌えゼリフ選手権とかも笑いましたね。かわいかった、ね、歌ったこともないね、私ね。うん、よかったです。5位がはじめさんです。ありがとうございました。5位はじめさん、ありがとう。イエイ。ありがとうね、タワーもね、チップは捨てらしやったやった、赤いの思い出してしみじみ。ああ、そっか、やってたね、今日もね。
確かに懐かしい。私もやったことがあるんだな。うん、ありがとう。なんかしみじみする曲多かったね。確かにね、ほんとエイトのコンサートに馴染みのある曲っていうか、うん、それもすごく良かった。ありがとうね、はじめさん。またね。そして第4位がダックくんです。ありがとうございました。ダックくん、4階席見つけてくれて最高の席にしてくれてありがとう。久しぶりのタワー緊張しました。ねえ、はじめさんタワー嬉しかったですよ。ありがとう。彼に出会うきっかけになったチームメイトに感謝です。5月もよろしくですよ。そうね、私もチームメイトだったからこそこうオーディションを受けてみようって思ったチームだったので、それは本当チームメイトだったからですね。うん、そこは、うん、奇跡ですね。感謝ですね。うん、5月もね、こちらこそよろしく。楽しもう、5月も。ありがとう、またね。そして第3位が先生です。ありがとうございました。先生ベスト 3D ありがとうございます。パチパチパチ。活動休止目のコンサート披露目もすごく感動しました。チームは本当に最高チーム、上手なノース素敵で声で分かりました。感激でした。がっつりと長く見られて最高でした。クイちゃんから見なくてクイちゃんうちわで全力で応援してました。喜びもガリウチは、ああありがとう。宮城コールもしてくれたんだね。うん、月夜あかり楽しみにしてます。うん、明日もぜひハッシュタグあかりツイートよろしくお願いします。よかった、4周年。わあ、もう4年が経つんだ。あかり始めてすごい。そうね、5年目も怪我に気をつけながらね。えありがとうね。私もテニス頑張るぞ。そして2位がテーマです。ありがとうございました。テーマ第2位ありがとう。パチパチパチ。ゴールド大天使もありがとうね。ガリちゃんを知る好きなきっかけになったアカウロス見れてマジ感激だった。最高に綺麗な加減の流れも聞けて、4階席でもこの上なく幸せな時間くれてありがとう。あー、そうか、よかった、そう思ってもらえてね。せっかく会場に来てくれるのだったらね、こうちょっとでも私要素を楽しんでいただけるようなコンサートだったらいいなって思ってた中でね、そういう風に言ってくれるのは嬉しい。ありがとう。またね、第2位はテーマでした。そしてゼロポチ第1位がヒカルでした。ありがとうございます。ヒカルもゴールド大天使ありがとう。愛しありがとう。今日は明るい生まれて明るさを生まれて最高に幸せな一日でした。いやー、ありがとうね。近くの席の倒しやすがかりのベタ褒めでとてもこれ、あー本当ありがたいわ。神手側の席だかりんから遠かった見えなかった。一生懸命血を振りました。いや、そうなんかさ、今回上手側の方が多かったイメージで、ファンの方だから私は、そう、今日あの場所的にめっちゃ下手側が私多かったけど、上手をね意識して見るようにしてたんですけど、ステージいなかったけどボールシーを探しながら血を振り続けてました。あー、そうよね、ボールシー、そう、心はねきっとステージ上にあったと思います。みんなの心、エイトがなければかりだったので、もなかったからエイトには心のとこから感じて、そうそうよ、本当にチームエイトのおかげ、すべては、うん、チームエイトが何か本当大きなきっかけになりました、私にとってもね。いや本当にそれぐらい、なんだろう、運命的なといういろんなものが詰まったチームですね。5月もよろしく。うん、5月もぜひともぜひとも5月もよろしくです。あ、結婚してありがとう。結婚してありがとうね。アゼノシンもゴールドキンありがとう。みんなもパチパチにありがとうございました。ありがとう。みんな本当遅くまでごめんね。ちょっと止まらなかった。うん、ありがとうございました。いや、こちらこそ、いや本当チームメイトありがとう。
ありがとうチームメイト。みんなで作り上げてきたチームメイトだからね。そう、本当に素敵な日々でしたね。うん、そう、フォーエバーチームメイト、チームメイトフォーエバー、チームメイトフォーエバーです。ありがとう。ではそうですね、今日、明日というか今日また月曜明かりで、ありがとうございます。ではおやすましゅ。これ？これフォーエバー、え？これグッズじゃないの？これグッズじゃないの？持ってる人いない？ちょっと開けられない。チームエイト、あ、違うんだ。スタッフさんがオリジナルで作ってくださったもの？ちょ、あ、いたチームエイト、あ、メンバー限定、あら、グッズだと思ってました。チームエイトフォーエバーピンバッジというものをね、スタッフの方がメンバー分作ってくださった。チームエイトフォーエバー、そう、 T シャツのイラストがね、こうピンバッジになってるのかなっていうのでした。そっか、完全にグッズだと思ってました。はい、それじゃあ改めて、うん、みんな遅くまでありがとう。5月もよろしくお願いします。うん、おやすみ、みんなゆっくり休んでね。またね、バイバーイ。